現在プラズマ加工は半導体プロセスや医療業界、ディスプレイ製造部門など幅広い領域で利用され、微細加工やナノテクノロジープロセスにおいてはなくてはならない工程です。プラズマは非常に活性なため反応性が高く、多くはエッチングなどの加工や表面回質、精膜プロセスなどに利用されています。プラズマの制御で常に求められるのは高度な再現性と均一性です。この目視では確認が難しいプラズマ制御に異常があると製造品などに不良が生じ、製造ラインがストップ、ぶどまりが下がり、収益の減少につながります。そこでプラズマ処理効果を簡単的確に検証するために、サクラクレパスから画期的なプラズマ処理効果の評価ツール、プラズマインジケータープラズマークが登場。独自の色素応用技術によりプラズマの見える化を実現しました。プラズマの強度に応じて連続的に変色するため、プラズマの処理効果を細やかに評価することが可能です。処理後すぐに色調変化で面内均一性を評価できます。使用方法は至って簡単。装置内に置くだけで煩雑な機械操作は不要。計測したい場所に手軽に貼り付けることができるなど、その使用用途は多岐にわたります。測定のばらつきがほとんどありません。色差計を用いて簡単に数値化でき、他の測定結果との相関を確認することが可能です。また確実な判定記録色差としてデータを残すことができ、工程管理にご利用いただけます。経済性においてはこれまでのような高額で特別な評価装置が不要。設備経費などを軽減することが可能です。さらに評価時間の短縮により総合的な生産性の向上が期待できます。ラインナップとしては有機色材を用いたクリーニング用2種類、大型測定が可能なシート状の大気圧プラズマ用、また無機色材を用い耐熱性に優れたラベル型と、ご使用の装置に普段と同じハンドリングで設置できるウエハ型をご用意しました。工程管理の効率アップにぜひプラズマークをご活用ください。